皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはいつもの横山店長です。よろしくお願いします。お願いします。今回紹介する車がこちら、ついに完成いたしました。完成しました。日産フェアレディ Z。 はい、長かったですね。長かったです、はい、そしてまあ最初から見てくださっている方だと、はい、まあ、カスタム内容をご存知の通りだと思うんですけど、ちょっとここから見るよっていう方もいると思うんで、はい、ちょっと改めてちょっと紹介させていただきたいんですけど、はい、なんせこうちょっと手数が多すぎてそうですねどこから紹介していいのか分かんないですけど、はい、一番こう大掛かりな部分でいくとオールペンですかね。オールペンですね、はい、今回なんと色替えで、はい、白から白に、白から白です、オールペイントさせていただいております、はい、でこの白っていうのがポルシェのキャララホワイトの方に塗装されているそうです、はい、でまあ、オールペンって一言で言ってもそれこそ本当に20万円30万円そうですねのオールペイントから、はい、もう本当にがっつりもう全部塗るオールペイントいろいろあると思うんですけど、はい、今回もう究極と言っても過言でないオールペイントを施してあるみたいです。で、まあ、順番に見ていきますけど、当然、まあ、見えるとこもそうですし、まあ、あとは今回外せるパーツを全部外してオールペイントしてですよね、はい、びっくり、フロントガラスだったりだとか、はい、まあ、順番にご紹介させていただきますけども、クォーターのガラスだったり、はい、だってフロントガラスとかクォーターってもうはめ込みじゃないですかそうですねそれを一回外してもう一回乗り付けて戻してるわけですよね、はい、外せないと塗れない部分まで塗っちゃおうっていう、はい、もう塗ってないとこって言ったら本当エンジンルームぐらい。そうですね、中だけですね、はい、でもしエンジンルームもご希望であれば下ろして塗るっていうこともできますけど、できますけど、まあ、費用もそれなりにしちゃう、うん、ちょっと費用対効果があるん で、はい、でね、まあ、今回そこの本当に寸前のところまでですよね。そうですね、ギリギリぐらいまでは全部塗ってあるみたいです。でもうこの綺麗さをもう皆さんに見ていただきたい。細かいところもちゃんと全部肌研いで、はい、塗ったばっかりの塗装って結構デコボコしてるんですよね。そうですね、だ結構うち その車両販売の方で車の仕入れなんかで修復歴見るときなんかも、はい、結構こう磨きにくいところ、はい、端っこの方とか見て、そのデコボコがないか見て、 あ、はい、あ、これ塗ってるなとか塗ってないのないなと思って見るんですけど、もう今回もう徹底的に塗ってるのもそうですし磨き倒してあるんでもうパッと見なんかちょっとあれこんなのありましたっけっていうぐらいそうですね、そのぐらいさりげなく色が変わってる、はい、ただこれこの色もちろんないんでちょっとこの見たことない Z になってますよねで、まあ、バンパーとか買ってきても、はい、塗りが来るんですよね、はいはい、塗り付きのバンパーが純に国産車はなので、白を買ったけど白ともう一回白に塗り直してるわけですね、はい、ここグレーだったり、はい、ここは本当は赤なんで、あ、なるほど、ニスモは、はいはい、こちらのバンパーはニスモなんで本来ここ赤なんですけど、そこもボディにどうして塗ってると、ね、はい、だとにかくもう好きなく全部塗ってると。でこれ後でちょっとドア内だったりだとか、はい、まあ、その辺なんかもちょっと見てもらおうかと思います。あとカスタマイズの内容としては、外装をニスモ仕様というか、そうですね、ニスモバンパー、ニスモサイドスカート、リアバンパーニスモで、ニスモのリアウィングですかね。まあ、しっかりもう外装、はい、もうニスモルックになってる。そうですね、でこれ製作のシリーズでちょっとお伝えした時も、はい、あれこれニスモ買った方が早くないですかなってあのコメントも来てたんですけど、そうじゃないんですよね。そうですね、もともと最初、まあ、車が綺麗なやっぱ個体だったんで、まあ、これを買って持ってこられたんですけど、まあ、最初は多分ここまで行くつもりもなかったかもしれないですね。ただあれもこれもっていう話が膨らんでいくと最終的にこの形になった。もう車をカスタマイズしていく上で一番楽しいやつですね。そうですね、はい、で結果ニスモにたどり着いたということなんで、はい、別に最初からこれが見えてたわけでもないですし、そうですね、それだったら僕もニスモ買った方がいいですそうですね車がない状態だったら、はい、でも車がある状態でじゃあ売ってニスモを買うっていうわけだったら、まあニスモをつけた方がまだそっちも安いですし、オールペンするんだったらもうそれの方が手っ取り早い。そして何より楽しめるというところですね。そうですね、カスタマイズのこう過程を、はい、この変化を楽しんでいただけるということで今回この仕様になっています、はい、であとはニスモプラスアルファでエアロパーツも今回ついてるんですね。フロントリップだけ、はい、78ワークスこちらのタイプが装着されてる、はい、でこれあ下側意外と、はい、擦っちゃうんで、なるほど、スリップをつけてます。ちょっとこれ見づらいですけど、はい、硬いゴムの、はいはい、
板的なものがしっかりこう当たりそうなところ貼ってあるんで割れないように高いまあ、割と低いですからグー1個ちょっとぐらい入るんでそうですね、まあ、大体の段差はいけるんですけどやっぱりゆっくりいかないと吸っちゃうのでその辺の工夫もしてあるみたいです、はいまあ、あとはカーボン補修ができないですからねそうですね補修が難しいので、はいあまあ、早めに予防しといていただけるといいんじゃないかな、はい、でこれまた結構作りがしっかりしてるんですよねそうですね結構硬くて結構分厚いです、はい、結構この辺の一番下につくエアロパーツって見えるところだけで内側スカスカの下手したらないやつとかもあるじゃないですかです、ねはい、これ結構奥まであるのでちゃんと袋になってますよねこれ、はいはい、でここちゃんと支柱が出ててでこのニスモのバンパーのこの R に合わせてなんか出てくる感じ、はい、そうですこのここの R に合わせてこれがあったりとか、はい、でサイドが立ち上がってるデザインですね、はい、で本当はこのパークセンサーもなかったんですけど、はい、お客様のご希望でパークセンサーつけましたえこれってつけましたってもともとついてたんですけど、はい、どうします外しますあそういうことなんですね、はい、いやでもあった方が便利だしなるほどなるほど、はい、じゃあこの辺がしっかり移植されてるわけです ね、なので穴位置をどこにするかっていうのがすごく悩んで確かに、はい、もう穴の向きが違ったらそうですねちょっと使い物にならなくなっちゃうんで、はい、この辺りはちょっと試行錯誤ででなおかつこう左右で同じところに開けなくちゃいけないわけです、ね、そうですねその辺なんかもしっかり、はい、そしてここも当然同色で同色です全部塗ってあるみたいです、はい、そしてあとはヘッドライトですね、はいはい、ヘッドライトも車外のタイプに、ね、ヘッドライト、テールランプ、フロントリップのこの3点だけ78ワークスっていうなるほどお客様のご指定でご指定です、はい、こんなかなり鋭い感じのヘッドライトになります、はい、あとそれに合わせてですかねちょっと黒いエンブレムにですね塗装でしてあると、はい、最初半ツヤで来たんかな あ、なるほどなるほど最初これ半ツヤのエンブレムで、はい、来たんですけど、はい、そのまま貼って終わりっていう予定だったんですけどあまりにもかっこ悪いな全体的なイメージを見たらやっぱりグロスだなっていうことで、はい、この辺をやり直して、はい、確かに他は全部グロスブラックで仕上げてますからね、はい、この辺なんかもしっかりやってあるみたいですそして足元はこれ以前にそうですねカスタマイズさせていただいた、はい、BC フォージュです、はいこれがサイズこれ何インチなんですかこれは20インチですねなるほど、はい、前後20インチですでこれもちょっとあんまりこう見ないというか、はい、割とこう手の込んだ感じのそうですねこれまあお客様指定でできるだけブレンボをつけるんでそれだったらホイールも一緒に作ってなるほど最初ホイール作るんだったら、はい、もうちょっと中にインセットできたんですけど、うんまあ、キャリパー分逃げないとダメなんでそれだったら最初にもうブレンプ買ってくれ買ってもらったらそれ専用でホイール作るのでなるほど、はい、だからこの大きいキャリパーにもしっかりこう逃げが確保されてて入ってるわけなんですよ、はいですね、でまたこのダーク系のディスクとこのグロスブラックのリムがちょっと珍しい感じですけどそうですね今回ちょっとこの黒でまとめられた感じにすごく合ってますねまあ車両が白なんで足元入るようにっていう、はい、あとお客さん黄色が大好きなんで、ねあの黄色をメインにちょっといろいろ内装とかも黄色に色替えしていくような感じになってますアクセントカラーで、はい、こう足元だけだからめちゃめちゃお金かかったんですよ、まあ、カーベーの車庫帳 BC、はい、ブレンボーなんであローダウンはこれカーベーでローダウンカーベーで、はい、バージョン3ですねで指1本入らないぐらいですかね、はいはい、絶妙な車庫になっておりますで今回インセントに関しても割とこうギリギリを攻めてる感じですねそうですねもうちょっといけたんですけど、うんまあ、これ以上いってもっていうあのスタンスよりスタンスだったらもっとキャンバーを入れてもっと外に出すっていう、まあ、それよりかは普段乗りで安全に乗れるキャンバー確認してあのしっかり乗れるインセットにするキャンバーつけすぎずにちょっと上品な感じ、はい、そうですねで Z って結構いじり方いろいろあるじゃないですか、はい、それこそセミスリじゃないですけどスポーツタイヤ履いてちょっとトラックスタイル的なのにしてもよしだし、はい、少しキャンバーつけてもよしだしちょっと引っ張ってもよしだし、はいまあ、いろんな履き方ありますけども、はい、今回はちょっと少しだけ控えめにしてそうですねでなんか噂によるとこれで車検をいけちゃうとかっていうそうですねギリギリ通しました絶妙に出ていないブレンボはめてあるのでノーマルホイールつかないですあなるほどじゃあそんな場合でもちゃんと対応できるようにそうですね、はい、あの一応いけるかなと思って、ね、いけなかったら考えようって思ったんですけどそのまま普通に検査場でなるほど、はい、ダメって言われた結局車検ってこの前30度後ろ50度まで見るんでそうですねここつらつら合わせちゃうと、はい、こっちが出てますよこっちが出てますよってなっちゃうんですよね、はいはい
なんで今回その辺も全部計算してバッチリのものが装着されてるみたいです、はい、であとは横この辺なんかも黒くなってるんですか。そうですね、これ社外品なんですけど。あ、そうなんですね、はい、レンズがスモークでシルバーだったんですけど、はい、まあ黒に塗っちゃおうで、うん、ここだけわざとわざ塗って、え、分解したんですか。分解して塗りました何でもできちゃいます、はいはい、そしてあとサイドスカートなんかもこれもニスモのものですね、はい、そうですね、はい、真ん中は通常赤なんですけど、はい、同色と黒のラインで、なるほど、まあ、赤は消して本当に差し色、はい、黄色だけにしてる感じなんですか。そうですね、あとはミラーだったりだとか、ミラークロームで、ここドアハンドルも黒に塗ったんですよね、はい、最初ダッサイダッサイって見て、あ、これはダッサイなっつって、はい、でここはわざともう同じ同色にしました。なるほど、やり直したんですよ、はい、やり直しました。ただやっぱり分かります、なんかこうフォトショップとかでこう作ってみても実写を見るとあれなんか違うなっていうところありますよね。そうですね、はい、そんな場合でもすぐ対応できるという、はい、すぐボンドボディに言って申し訳ないけどもう一回塗ってくださいって言って、まあ、横山さんが謝らなくちゃいけないということは発生しますけど、ね、はい、そういう仕様変更なのもすぐ対応できる、はい、でもちゃんとやってくれるんで、はい、綺麗。そしてあとはそのまま上に行くと、上は今回これ黒くなってるんですね。そうですね、ルーフは黒くしました、はい、なるほど、やっぱ天井黒くすると低く見えるんで。確かに、はい、あとフロントガラスとリアガラスがなんかつながったイメージになりますね。そうですね、結局ガラスってこの縁が黒いんでそのまま繋がったイメージになる、はい、でこれもガラス外して全部塗ってるんで、このモールの、はい、全部新品ですね、キワ、はい、これなかなかオールペイントでもガラス外す外す外さないって結構大きいところなんです。そうですね、でもめくって塗ったりとか、はい、マスキングで塗ったりとかっても少なくないと思うんですよ、はい、特にアンカーに仕上げるんであれば真っ先にここ省くところだと思うんですよ。そうですね、ただちょっとやっぱりそういうところがチラッとでも見えちゃうとこうがっかりとは言わないですけど、まあ、そうやってやったんだろうなって思っちゃうので、見る人が見るとそうなっちゃいますよね。僕らはやっぱプロなんで、はい、やっぱそういうところをやっぱ細かく見ちゃうんで、まあ、この車はやってるやってないっていうのはやっぱり大きいと思います。妥協なくその辺なんかも乗らせていただいてるみたいな。あとクォーターも先ほどちょっと触れましたけども、はい、僕経過をお伝えした時にこの辺ごっそり外れてました、ね、そうですねでこの辺なんかもしっかり、はい、でまあ、カスタマイズしていくと、これちょっと剥がしたいところなんですけど、そうですね、お仕事の関係で、まあそうですね、剥がせないっていう、はい、この辺がしっかり残ってると、はい、だからこれだけ改造したのに、はい、ちゃんと全部フル公認ですし、そうですね、保安基準全部通ってる、全部通ってます、はい、そしてあとリアは、リアすっごいですね、コンケーブこれ、ね、はい、まあ、Z 自体、インセットがすごくマイナスに近いというか、すごく取れるんですよね、はい、取れるんですよね。リアのちょっとこの改造車感はすごく出てるという、はい、こんな感じで。でリアもしっかりキャリバー変えてるっすね。リアもともと片押しだったんですけど、はい、これはイグレノの方の、あ、なるほど、あと対抗になるんですよ、はいはいはい、上級グレードのブレーキにアップデートして、はい、で Z の文字だけはどの Z にしますか。 Z の文字ってもっと3種類か4種類ぐらいあるんで、へー、まあ、年式だったりとか、そうですね、仕様だったりとか、ね、年によってなんかちょっと変わってるというか、 Z3334 あたりでも3種類ぐらいあって、へー、どうしようって、ね、じゃあこれ一番かっこいいわ。普通な人だとこれ違いが分かるそうですね、はい、こんな感じのキャリパーになってます。でローターもスリットのタイプの、ね、はい、大きくなってます。なるほど、はい、こんな感じのブレーキになってます。そしてあとはちょっと細かいところでいくと、オールペイントチェックとしてはこの辺この辺なんか全部塗ってるんですよね、はい、全部塗ってます。で当然この給油口のこれも全部外して、この辺なんか分解して、この蓋の裏も全部。ちなみにシール新品です。あ、そうなんですかこの辺り新品です。なるほど、はい、確かにこれマスキングするとマスキングした後が分かっちゃうんですよね。そうですね、なんでこの辺なんかも、であとこの辺の中も、まあ多分全部は研いではないと思うんですけど、はい、まあ、ある程度こう純正に近い。そうですね、簡単に見えるところはできるだけ綺麗にしてあります。塗りっぱなしって分かっちゃいますからね。そうですね、分かっちゃいますから、はい、この辺なんかもしっかり仕上げてあるみたいです。そしてやってまいりましたリア、はい、はい、でまず目を引くところといえばもうこのニスモのこのバンパー。そうですね、リアバンパーです。でこれ普通についてますけど、はい、なんとマフラーが加工済みなんですよね。そうですね、延長しました、5センチぐらい足りなくてニスモにすると。ということはあれですか、純正バンパーよりずいぶんここがこう5センチぐらいこう出てるってことですか。そうです、そうです、はい、なるほど。ただ普通に伸ばしただけだと、はい、本当に
ちょっと下なんですよね、位置が。あ、位置関係も微調整が必要なんですよ。でチタンで作ってあったんで、はい、チタンで作るしかないってなって。ああなるほど、はあ、なのでちょっと上に向けて曲げ、綺麗に曲げ入れてます。へー、見えるかな。確かに違う金属でこう適当に伸ばすってできないですからね、はい、でまあニスモの出口って固定式なんですけど、はい、今回もワンオフで延長とかしたので、あの出口はバンド式に変えました。ああなるほど。なのであの出したりもできますし、引っ込めたりとか、あ、まあ、そんな大きな量じゃないですけど、まああのあとマフラーを2センチぐらい伸ばすと、うん、このぐらいは全然大丈夫です。微調整ができる、はい、まあ、あと左右差なんかも全部合わせられるということですよね。そうですね、簡単に綺麗に、はい、この辺なんかもしっかりしてある、はいはい、であとはリアのエンブレムも同じようにグロスのブラックで、ね、はいはい、ということは後ろもこれ塗り直したってことですか。後ろも塗り直しました、はい、こんな感じになっております。そしてあとこれですよね。そうですね、このニスモのリアウィングですね、はい、これちょっとここのここがプラスアルファでついてるんですね。そうですね、あとこれのオプションもなんかあるんですよね。あ、なるほど。この L 字みたいなやつがで、最初それもつけたいなって言ったんですけど、それちょっとあんまりかっこよくないな、あのやめてもらいました。テールレンズ、はい、あの真っ赤だったんですよね。真っ赤かクリアしかなくて、はいはいはい、どうしようって真っ赤合わせてみたんですけどダメだって、スモークかけました。なるほどちょっと暗めに、車のこの全体的な白黒のイメージに合わせるために、はい、赤をちょっと弱めて、はいはい、スモークがかったテールにして、はい、ちょっとスモークにしました。なるほど、まあ、フロントもインナーブラックのヘッドライトですから。そうですね、はい、それに合わせて、はい、まあ、ベンツでいうとこのナイトパッケージ的な、そうですね、はい、そんなニュアンスでカスタマイズしてあるそうです。あとちょっと話戻っちゃいますけど、はい、このウイングも僕あの制作過程見届けたんですけど、つけるのがめちゃめちゃ大変という。そうですねポン付けできないですねあの肩があるみたいなんですけど、肩が入ってなくて、でちょっと形も多少違った中身がつって、あの基本的に多分ない車につけるっていう感じじゃないみたいですね、はい、なんかすごく大変だって、はい、あの文句の電話だけ来ましたただそのくらいあって、はい、もうこの完璧なフィッティング、そうですね、まあ、純正っていうのもありますし、はい、完全に一出しをしてつけてるんで、まあ、本当に左右のズレもないですし、はい、バッチリ合わさってると。であとワイパーですかね。ここですよね、はい、一番難儀したところ、はい、みんなからよく言われますあのワイパーすごいねってでこれ聞いたらなんかリアのこのゲート自体がアルミらしいですね。そうですね、だからあんまりこう大幅な加工ができない で、まあ、できなくないんでしょうか。熱加えると歪んじゃうんで、アルミはすぐ。そうなんですよね、はい、板金もアルミ板金ってすごく大変って言いますもんね、はい、なんでここはちょっとマル秘加工で。そうですね、はい、もう分かんないですねこれ。全然分かんないですだと大事なのは後で出てこないっていうことらしいですよ。そうですね、あのパステとか多く入れると痩せちゃうんで。そうなんですよね、はい、結局あのその時は良くても年数経過した時にこううっすらこう跡が出てきちゃったり、まあ、もちろんその違うものが挟まってるんで絶対出ないかっていうとそうもいきれないみたいなんですけど、可能な限り耐久性も確保できるような施工がしてあるんで、はい、あとこの辺もガラス全部外してました。外しました、はいじゃあせっかくなんでどの辺まで塗ってあるかだけちょっとご紹介させていただけたらと、ね、はい、もちろんそのエアロパーツなんかは丸々塗ってますから。そうですね、クリップ類とかこの辺りは全部新品です、はい、あ、なるほど。クリップはできる限り新品を使いました、はい、じゃあちょっとリフレッシュ的な意味合いもありつつのカスタマイズですね。そうですね、はい、でもうこれより世代が前の車って結構こうエンジンルームのこのボディ同色の部分で見えましたけど、はい、34Z あんまり見えないですね。もうストラットぐらいなんですね。はい、だこれが元色という。そうですね、これのクリアがかかってない版ですね、はい、ちょっとクリーム色っぽい感じですよね、はいはい、黄色がやっぱ多少強く出てるかな。でもちろんこの辺も最初も言った通り塗ることも可能なんですけど、まあ、今回はここしかまあ見えないんで、はい、まあ、塗ってないんですけども、見てくださいこちらこのボンネットのヒンジ、あとは当然ボンネット裏まで全部塗ってあるという、こう動かしながら塗ったみたいで。あ、じゃあですね、塗装が結局固まっちゃうんで、はい、動くパーツは動かしながら塗るなんていう、はい、そしてこの辺でどうなってるんですか。この辺りのシールは新品です。あ、これ交換して塗ってるんですか、はい、そうですやっぱシールをマスキングして塗ると、はい、やっぱマスキングしたって分かっちゃうんですよね。そうですよね、はい、で極力シールは新品を取って、はあ、カエルシールだけですけどね、はあ、はい、仕上がりがすごすぎて不気味ですあの気づかれるかって言ったらほぼほぼは分かんないと思うんですけど、これちょっとディーラーの日産の方とかにちょっと見てもらいたいんですか
えどうなってるんですかっていうそのぐらいのクオリティで塗ってあると、はい、まあ、剥がしっぱなしでもいいんですけどね。ただやっぱそのあたりはやっぱしっかりしといた方が車的にもまあいいかなっていう。あとはちょっと司令塔やってる感が出ますよね、はい、じゃあ続いてどこまで塗ってあるか、はい、第2弾、はい、ドアの内側もちょっとご案内させていただきたいと思います。これドアはもう当然内側まで全部、はい、もうモールをよくオールペイントなんかだと、はい、このモールのウェザーストリップのところでこうマスキングしてなんていうので、はい、ウェザーストリップまくったりするとこう色出てきたりしますけど、はい、でも当然全部塗ってあるという、はい、ここまでマスキングしたかな、この裏まで。はあ、はい、やっぱこの辺りが。でそのドアのストライカーも全部外して、ドアスイッチも全部外して、ね、はい、ただ唯一ここだけは、そうなんですね、シリアルとか入ってるのでこれが新品が出ないんですよね。なのでどうしてもここだけはマスキングじゃないとダメっていう。でもこれマスキング相当こだわって抜いてますね、はい、僕3回ぐらい触って確認しましたあれこれ貼り直しかなマスキングだなっていう。だこの辺なんかもしっかり仕上げられてるそうです、はい、で今回ご紹介させていただいたこの 34Z なんですけど、まだ完成形じゃないんですよね。まだ完成形じゃないです、はい、なんかさらなる、ま、はい、はい、進化があるみたいなんで、はい、その辺はブログで。そうですね、まあまたブログで紹介します、はいはい、ご紹介させていただくと思いますのでぜひチェックしてみてください、はい、そして Z34 をはじめいろんな国産車裏当てお任せくださいって感じですよね。大丈夫です。特になんか僕の勝手なイメージとしては裏当てってなんかすごくこう車種の幅が広いというかいろんな車を、はい、前回の DBS もそうですけど、そうですね、はい、いろんな車を横山店長ご相談いただけると、はい、カスタマイズできると思いますのでぜひご相談ください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。